企業に向いてるかどうかっていうのはどうわかるかって言ったら、本当ね、これ難しいですよ。はい、今回も、林さんの秘書の伊藤さんと、ちょっと前回ね、小屋子屋のオーナー面談で、起業して休みを取りますかっていう質問したら、いやそれは経営者としては、それだとうまくいかないよっていうふうに三浦さんが言っていたという話を、結構重要な話だと思って紹介しました。起業のマインドっていうのがやっぱあるんだよね。でこれがなければやっぱサラリーマンを続けた方がいいっていうこともあるんですよ。僕なんかもだからウェブ面談とかしてて、まあ、明らかにこの人はサラリーマンを続けた方がいいなっていう人にはそういうふうに言うことも多いです。でも企業に向いてるかサラリーマンに向いてるかってどこで判断するのかって結構難しくて、でサラリーマン何年やったんだっけ。僕は3年ぐらいですね。3年、サラリーマン、3年やったらまあそれなり向いてると思った。結構いろんな人からはサラリーマン気質そうだよねとは言われますね。やっぱ一見ハイスペックっていうのはこれ優等生っぽいから、そうですね、今サラリーマンやられてる方はですね、自分を客観視、ある程度メタなところから客観視できる人だったら、自分がサラリーマンに向いてるか向いてないかはある程度分かると思います。やっぱサラリーマンの相対評価の中でどうだっていうのがあるから、で問題はそれが分かった上でどうするかよ。割とサラリーマンに向いてるなと、まあ、同期の中でも上の方に行ってるなみたいな、そういう中でそれは分かったと、企業に向いてるか向いてないかってのは分からないわけです、その時点で。そこが一番ね迷うところだね。向いてなかったらさ、まあ、極論朝起きられないとか、もうアポに何回も遅刻するとか、これは向いてないんだからしょうがないみたいなのあるじゃない。確かに。そうですね、向いてる場合ですよ。ああそうですね、そのまま出世を続けた方がいいのかとか、向いてる場合はどうするかっていうことなんだよね。まあ、転職でキャリアアップも目指せますし、目指せるし、ここは分からないじゃん、サラリーマンにある程度向いている、サラリーマンだったら上の方に行けそうだっていうことはある程度分かる人は分かると思う。でもそれが起業に行ってどうかは分からないんだよね。そうですよね、起業に向いてるかどうかっていうのはどう分かるかって言ったら、本当ねこれ難しいですよ。ただ一つね、リトマス試験紙みたいな、あるかなと思ってて、あるんですか。これはね結構する話なんだけど、会社の生存率って聞いたことない？何年続くかとか、そうやつですか。これいろんなデータがあるんだけど、一番目立つ数字とか言われてるのは、会社を設立して5年後生存率は 15%、 10年で 6.3%、 20年でたったの 0.5% みたいな、そういうぐらいの数字、いろんなデータがあるんだけど、まあ、このぐらい会社っていうのは20年以内にはもうほとんどが、たまたま今この調べたやつでは5年後 15%、 10年後 6.3%、 20年後はたったの 0.3% ですよと。これを聞いてどう思うかなんだよね。ほとんど成功しないのかなって思っちゃいますよね。この数字なのに、なんでみんなどんどん起業すると思う？この数字以上には結構僕の周りにも起業してる人バンバンいるんで、いるでしょ、で全く知らないわけないじゃん、まあ、もうちょっと違うデータもあるけどね、でも起業したら半分はうまくいきますよなんていうデータはどこにもない。まあ5年後には大体まあ半、これは 15% オーバーにしても半分ぐらいになってますみたいなのが多い。それを聞いても、まあ、いろんなことをみんな考えるんだよね。なのにみんな起業するっていうのは、もしかしたらすごい魅力があるんじゃないかとか、当たったらでかいんじゃないかということを考えていろいろ調べるとか、あとは単純にもうこの数字を聞いただけで奮い立つ人もいるんだよ。逆にやってやるぞ。そう、アニマルスピリットって言うんだけどね、要するに理性的に考えたらやらないことなんだけど、もうそれはもう本能としてこの数字を聞くと俺はその世界でサクセスしてるっていう、まあそういう人がいる、これがやっぱり企業に向いてる人だよね。なるほど。だから逆に言うとビビる人はもうこれは向いてないんですよ。サラリーマン性とこの経営者性っていうのはもう全く違うんだよね。これルールが違うんで、その中で戦って勝っていかなきゃいけないんだよね。そっちにいる時にはいろんなものに守られてるから分からないんだよ。世の中が不景気だろうとなんだろうと立派なビルに通って、でまあそれなりに仕事すればちょっと失敗してもボーナスが減るぐらいで、経営者性の方はもうちょっと何か失敗したらザクッと消えて赤字で血が出るみたいな、どうやって止めればいいんだみたいな、でもやっぱりこっちはサクセスした場合には大きいわけよ、でそこをやっぱりどう考えるかだね。なるほど。そうなってくると全然求められる能力もやっぱ違いますよ、ね、全く違う、林さんの周りにいたら、その経営者性の中でまたこの編集みたいな、
特に変わった人たちみたいなの多いから。あ、じゃあサラリーマンと経営者分かるけど、この経営者の中でもまたいろいろと、うん、サラリーマン性と経営者性はもう犬と猫ぐらいに違う、うん、でもその中でまたいろんな種があるわけだ、うん、で林さんの、うん、周りっていうのはやっぱりその若い人たちでリスクを取ってって、うん、どんどんいろんなことにチャレンジしていくっていう、うん、まあ、そういう種でしょ、うんうんうん、経営者性の中でもこの固くやっていくっていうのはあるんだよ。あ、はい、なんだけど経営者性の固くやっていくっていうのもサラリーマンの固くやっていくとは全く違うから向き不向きがあるんですよ、うんうん、まあ僕の周りで見てて確かに経営者性で失敗する人もいるけど、はい、それでサラリーマン性に戻っていったって人はあんまりいないんだよね。じゃあ一回起業して失敗したとかなんとかでサラリーマン戻るとかはあんまないかな、うん、僕の周りではね今まであんまりない。だから向き不向きがあるとするじゃん、うん、サラリーマンに向いていなかった、うん、で経営の方に来た、はい、で経営者制でこっちもうまくいかなかった、はい、でもサラリーマンに戻るっていう人はね本当いないね。まあそうなんですね、うん、相対的には僕はみんな起業した方がいいんじゃないか説なんです、はあはあはあ、ちゃんと生きていけてるんですか、うん、でもね、はい、分かんないけど、はい、もちろんあのその後連絡取れなくなっちゃう人もいるけど、はい、みんななんとかしぶとくやってる、あ、しぶとくと細々とやってる人はいるんで、まあ基本経営者性もそこまであのひどいとこじゃないよと、はい、なるほど、うん、僕もサラリーマンには向いてないというふうに自分でも思ってたし、でも周りからもそう思われてたけど、うんうん、常に言われてたことがあって、お前なんか独立したら昼から酒飲んでてダメだと。すごい納得したんだよ。納得したんです、うん、そうだろうなと思って、はい、だからちょっと独立が遅れたわけですよ。なるほど。でなし崩し的にやってて、こっち来て、はい、まあそこの部分もちょっとギリギリ危ないとこあるけど、なんとかなってるって感じだから、いやでも大成功してるじゃないですか。なんとかな、いやいや、お酒の部分ね。これは今5時まで我慢してるけど、これが、はいはい、1時から飲んじゃったらもうそうですね、うん、崩壊がというところなんで、そこはでもやってみなきゃ分かんなかったわけで、そうですね、まあなんとかはなってますから、皆さん迷われる方経営者制どうぞっていう感じですかね。はい、はい。